で種が今発芽してますのでね、ま、見てください。でその後の苗の水管理っていうのもその先週の載ってますので、よく見ていただいて、今日ちょっとその苗場の水の管理もやります。で今日ですね、田おこし、肝心な私のがないけど、まあ、はい、今日ちょっと順番に話してもいいんで、ありがとう。今日はね、田おこしと黒漬けの準備っていう形でやってますね。田おこしはね、地のごとく眠ってた土地をポッとで、ざっくりと土を裏返しにして、できるだけ上の表面、表土ですね、表面を太陽に当てて、根が張ってる雑草とかは確実に起こすと。まず根の張ってるものを全部太陽側に、太陽上に向けるということなんですよ、ざっくりね。これは湿ってる、ちょっとその後にも書いてますけど、手作りでやる場合は若干湿ってた方が実は土は起こしやすいんですよ。これは自分たちでまた体験された方は分かると思いますけど、田んぼにはですね、こういう乾田と湿田っていうのがありましてね、書いてありますけど、本来の田んぼはこういう湿田なんですね。一枚一枚が小さくてね、湿ってたんですね。それをやっぱり機械化するためには、乾田にしてね、機械が埋まらないようにと。で機械化によって実は湿田というものは作りにくい田んぼだというふうにだんだん、まあ、変わっていったというかね、そういうことで固める乾田の田んぼになってます。ですとそうするとやっぱり手で起こす場合も非常に起こしにくいので、こういう湿田で実際自分たちが手でね、クワを使って起こす、大変ですけど、要領さえつかめば、意外とできるなっていうのもなんか分かると思います。それで次ですね、黒切り、これは、今期、前期の、まあ、終了間際にね、2月頃に、終わってるんですね。ですからちょっと今回はこの黒切り作業というのはないですけど、黒切りとはこういう意味ですということですね。基本ね、下の3面を切るんですけど、ここの田んぼは上がずっと放置してたものですから、非常に無駄にのり面が広くなったというかね、本来こちら側は田んぼ 上なんですね。ですから下の時期に3面をだいたい切るんですね。水を溜めるには下の3面が、水漏れしないようにすれば、いいんで、上はその上の田んぼが、水止めをするという形なんです。で今年は上も切りましたけど、まあ、来年再来年まではちょっと様子見て上の方は切らなくていいような形になります。なんで切るかって言ったら、草が生えたままだと 根の隙間から虫とかが入ってくるんです。根に沿ってモグラでも何でも入ってくる。ですからまずその草の根を切るということですね。そして1年間放っておいた土にはやっぱりザリガニだ、モグラだ、ヒビの穴だというのが開いてるんです。それが草が生えっぱなしだと穴は分からないけど水が落ちていくと分からなくなるんですね。そうするとそういうのもはっきり分かるんです。で、今日も見ますけど、もう実際穴が開いてるというのはあるところもあります。そういうところを潰したりしてですね、穴を塞いだりして、また水漏れを、しないようにするという、まあ、そういうプロフィーの意味があるんですね。で切った後にその穴を潰すというか、そこにまた壁を塗るんですよね。それが黒付けって言います。黒塗りとも言いますけど、がっつり黒をつける場合は黒付けといった方が正しいですよね。水漏れの少ない田んぼであれば黒塗りといって、表面 2,3 センチでももう水漏れしないという田んぼもあります。でここの場合は切って、今年かなり切ったのでしっかり黒付けをします。でこの黒付けっていうのは一応27日次の作業になってますけど、田おこしが終わってるところとかはその準備も兼ねて、個別に、ちょっと指導します。で今日は詳しい黒付けの説明はしませんが、来週はこれをもう一回やります。はい、黒付けは今言いました、そういう穴を塞ぐのと、もう完全に水、そうですね、ここは棚、一応棚田なんですよね。軽い棚田になってます。だから水圧が非常にかかりやすいんです、下の3
3面のプロが、ですからこういう田んぼはしっかりプロをつけて、一枚一枚が水槽のようにしっかり水がたまるような、にしないと、いつ雨が降るかわからないですね。天水田ですから、そういう意味でたまった水を常に確保する。でそういうためにはこの黒付け作業っていうのがとても大事な、ね、これから田んぼ作りとかをね挑戦される場合、非常に大事な作業になりますので、時間があったらこの辺の作業もね、もうどん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 先に行ってもいいと思います。一枚一枚終わってるところはね、はい、とりあえずでも復習も兼ねてもう一度やりますしね、来週で、終わってる人は先へ進むみたいなね、でもその取り残されないような感じで進めていきたいと思います。でまあ来週はそういう黒付けの作業を進めていきたいと思います。